よろしかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、このチャンネルではトミコの歌やラジオドラマなどの作品をご紹介しています。トミコのグローバルフラッシュアイ。このコーナーでは世の中で起きている目の覚めるような出来事をトミコが選び、トミコの観点からグローバルに世界平和をお伝えしますというコーナーでございます。これまで約1年半にわたって疎開学園物語を放送してきました。好評につき疎開学園物語をより掘り下げて皆さんに分かりやすくドラマ仕立てでお伝えしていきたいと思います。第二次世界大戦では5000万人から8000万人もの命が犠牲になりました。これからお送りする疎開学園物語は1944年夏から1945年夏にかけて、第二次世界大戦終戦直前の1年間、実際に学童疎開を体験した子どもたちが書いた当時の日記です。日本の歴史上にただ一度だけ記録される学童疎開というものを体験した子どもたちの日記、滝野川国民学校沼津会疎開学園物語を原作者である高橋満さんからお借りして読ませていただいたときに、私の胸に突き刺さるものがありました。どんどん風化してゆく戦争を体験された方々の思いを、当時の子どもたちの思いを、私が語り部となって世の中に届けたい。二度と人は過ちを犯してはいけないという思いからラジオドラマ化させていただきました。第6話召集令状。7月初旬から始まった学童疎開も1ヶ月が経とうとしていた。昭和19年8月8日火曜日、雨。明日いよいよ娯楽会だと思うと私の胸は躍る。浜から帰ってお芝居や歌の練習を先生に見ていただいた。先生が私とよっちゃんにめんこい子馬の歌を教えてくださった。濡れた子馬のたてがみを。よっちゃん、音外しすぎ。ん？どこどこどこ？いい？あたしについてきて。せーの。濡れた子馬のたてがみを、なでりゃ両手に朝のつゆ。二人の練習は終わることなく続いた。昭和19年8月11日金曜日、晴れ。お昼ごろお母さんから手紙が届いた。お兄ちゃんに召集令状が来たという内容だった。今から娯楽会が始まろうとしているのに、私は頭の中が真っ白になり、気づいたら海に向かって走っていた。涙が次から次へと溢れて止まらず、それを振り切るかのように走っていた。ここから先のことはよく覚えていない。後から聞いたら、娯楽会は無事に終わったみたいで、知らず知らずのうちにみんながよかったよと言ってくれていた。次の日、急いでお母さんに電話をした。お兄ちゃんも立派な大人になる時が来たんだ。だって、そこからお母さんは無言で、電話の向こうから涙をこらえる音が聞こえてきた。戦争ほど悲惨なものはありません。たくさんの理不尽な別れ。子供たちはどんな環境でも前向きに生きて行こうとしますが、その環境を作り出すのは大人たちなんです。二度とこんな思いを子供たちにさせてはいけません。
人間は優れた面もありますが、愚かな生き物でもあります。戦争ほど悲惨なものはないと知りながら、それをまた繰り返そうとしているのです。ハードパワーでは簡単に解決するように見えるかもしれませんが、どこまで行っても対話で解決していく歴史を作っていかないといけないと私は思います。理由はどうあれ、戦争は繰り返してはいけないと思うんです。暴力では何も解決しません。非暴力こそが正義だと私は思います。皆さんはいかがでしょうか。以上、トミコのグローバルフラッシュアイのコーナーでした。ありのままにサムウェイオンレインボー、味気てる君を連れて